どうもこんにちは、ワンです。今回はアニメーションの作成部分に関連してブレンダー側で IK を中心にコンストレイントを設定する部分について紹介していきます。今回は IK を中心にということで、はじめに IK とは何か、使うと何がいいのかというところに触れまして、その後に IK も含めた一部のコンストレイントの具体的な設定方法やカスタムシェイプなどについても紹介していこうと思います。また先に注意点を挙げておきますと、コンストレイントはあくまでブレンダー内でのみ機能する設定ですので、今回はどちらかというとブレンダー内でアニメーションを作成したい方向けの内容になりますのでご了承ください。ということで、まずは IK ってどういうものというところからですが、例えば人体のアニメーションを作成するときに、特に何も設定していないリグの場合でしたら、このようにボーンを根元から1本ずつ回転させて目的のポーズになるように調整していくのが一般的かと思います。こういったリグの操作手法を、ボーンを根元から順に目的地に向かって運動させるということで、フォワードキネマティクス FK と呼ぶのですが、この手法ですと、例えば屈伸のアニメーションを作成しようと思って腰を上下に移動しますと、足のボーンも一緒に動いてしまいますので、その都度地面に設置するように足の各ボーンを調整しなければいけないですし、調整した際に微妙な位置がずれたりもしてしまいますので、FK だけで綺麗なアニメーションを作成しようと思うとなかなかに大変だったりします。なので、こういった時には IK を設定してあげると便利です。IK はインバースキネマティクスの略でして、FK とは逆にボーンを末端から順に目的地に向かって運動させる機能になります。これを使うことで、先ほどの屈伸の場合でしたら、地面付近に目的地になるボーンを用意しておいて、ここに向かって足が移動するように IK を設定しておけば、腰を動かしても足の位置は地面に固定されたままになってくれますので、FK と比べてとても楽にアニメーションを作成することができるようになります。といったように、IK はアニメーション作りにあたってとっても便利な機能なんですけども、その設定部分を紹介する前に、IK ってどういう仕組みなのというところについても触れてみようかと思います。ということで、インバースキネマティクスと聞くと、なんだか難しそうなことをしていると感じるかもしれませんが、実はやっていること自体は簡単でして、IK にはいくつか種類があるんですけども、今回は CCDIK というものを例にして紹介してみますと、例えば4つ連なったボーンの先端を目的地に移動するように IK を設定した場合は、まず末端のボーンを先端が目的地に向くように回転させます。さらに親の各ボーンを末端から順に付け根と先端と結んだ直線が目的地に向くようにそれぞれ回転させていきます。そうすると先端が目的地の方へと移動しましたが、まだ距離がありますので、この一連の処理を複数回行います。そうすると先端の位置がどんどん調整されまして、最終的に目的地の位置まで移動させることができました。これが IK の基本的な処理ですね。こういった仕組みさえ分かっていれば、Unity でもシンプルなものでしたら簡単に自作することもできたりします。IK の活用の例としては、先ほどのようにアニメーションを作る際の補助として使う他にも、例えばゲーム中でキャラクターの手や視線を特定の方向へ向けたりですとか、足を地面の傾斜に合わせたりということもできたりしますし、バーチャル YouTuber のシステムは場合にもよりけりだと思いますが、VR チャットや僕の VTuber システムのように、HMD やハンドコントローラーを使ってキャラクターを動かすということなら、大抵 IK で制御が行われていると思います。またちょっと話がそれますが、よくある髪や服などをボーンによって制御するタイプの揺れ物も、本格的なブスル演算とかになると異なるかなと思いますが、そうでなければフレームが経過していく中で、直前でフレームでの末端の位置に向かって現在のフレームでの末端の位置を曲がりやすさなどを考慮して移動させるといった処理で実装されていると思いますので、そういった意味では揺れ物の処理も IK の仲間と言えるかなと思います。ということで、 IK が大体どんなものなのかということが分かったところで、ここからは実際にブレンダーで IK を設定する部分について紹介していきます。使用するモデルについては、以前配布していた練習用の人体モデルにリグを割り当てたものを概要欄内の URL で配布していますので、必要な方はダウンロードして使用してください。まずは足に IK を設定していますが、はじめに目的地、ブレンダーですとターゲットと呼ばれていますが、このターゲット用のボーンを編集モードでアンダーレッグボーンから押し出して作成しておきます。ただそのままですと他のボーンを動かすとこのボーンも一緒に移動してしまいますので、他のボーンからは独立して動かせるように、ボーンメニュー内の関係の項目の親の項目を空にして、このボーンを自由に動かすようにしておいてください。そうしましたら、アンダーレッグボーンに IK を設定していきます。IK はポーズモードでボーンを選択して、
これと鎖が書かれたアイコンのオンコンストレントメニューから設定することができます。コンストレントは拘束という意味ですが、こちらのボーンコンストレント追加メニューの各項目からボーンを他のオブジェクトやボーンの動きで制御できるようになる機能をモディファイアーのように追加することができまして、この図のインバースキネマティクスを選択することで IK の設定項目を追加することができます。この項目内のターゲットに先ほど作成したボーンが含まれているリグを割り当ててあげますと、ボーンという項目が追加されますので、こちらにターゲット用のボーンを設定してあげるほか、ターゲットのボーンを選択した後に IK を設定したいボーンを選択して、ポーズメニュー内のインバースキネマティクスの項目からIK をボーンに追加を選択してあげるか、コンストレントの項目からターゲットとして加えるを選択して、表示されたメニューの中からインバースキネマティクスを選択してあげれば、ターゲットのボーンが割り当てられた状態で項目を追加することもできます。この状態でターゲット用のボーンを移動させてみますと、IK を設定したボーンのテールの位置がターゲット用のボーンのヘッドの位置に向かって移動するように、親の各ボーンが自動的に回転してくれるのがわかるかと思いますが、そのままですと腰のボーンまで回転してしまっていますので、IK の設定内のチェーンの長さの項目を調整して、IK を設定したボーンから何本目までの親のボーンを IK で制御するかを設定します。今回はアンダーレックボーンとアッパーレックボーンの2本だけを動かしたいので、チェーンの長さは2にしておいておけば OK です。また、反復の項目は先ほど紹介した IK の内部処理のうち、一連の処理を何回繰り返すかを指定できる部分なのですが、IK の処理が重たいなと感じた時にはこちらの値を小さくしてみてください。これで IK のひとまずの設定はできたのですが、そのままですとターゲットの位置によっては簡単に骨折してしまったりしますので、これを防ぐために IK の影響下のボーンに回転制限を設けてあげましょう。まずはポーズモードで制限を設定したいボーンを選択した状態でボーンメニューを見てみますと、インバースキネマティクスという項目があると思いますので、こちらを開いてみてください。ここで IK の影響下のボーンの回転の制限を設定することができるのですが、例えば膝は1方向にしか曲がりませんので、アンダーレッグボーンの X 軸以外の回転をロックしてあげれば横方向への骨折はしなくなると思います。これに加えてさらに制限に軸を入れることで、その軸周りで回転できる範囲を指定することができます。これで曲がる方向を内側のみに制限してあげれば、ひとまず足が骨折することはなくなるかと思います。あとはあまり人体用には使わないかもしれないですが、こちらのストレッチの値を指定することでボーンを伸び縮みするように設定することもできたりしますので、覚えておくとどっかで役に立つかもしれないです。最後に膝の向きの操作についてですが、一応アッパーレッグボーンを回転させれば調整できるものの、あまり直感的ではなかったりしますので、こちらにはポールターゲットを設定して操作できるようにしてみましょう。ポールターゲットは IK によって動くボーンのうち、一番上の親のボーンの向きを調整できるものでして、設定の仕方は先ほどのターゲットと同様に、ポールターゲット用のボーンを膝より少し前あたりに作成して、これを IK のポールターゲットに割り当てるだけです。この時、足が変な方向に向いてしまう場合があると思いますが、その時はポールの角度を調整して、膝の正面がポールターゲットの方に向くようにしておいてあげてください。こうしておくと、ポールターゲットの位置で膝の向きを調整できるようになりますので、比較的直感的に操作できるようになるのではないかなと思います。これでひとまず足の IK は設定できました。もう片方の足や腕の IK についても同様の手順で設定をしてみてください。この時、ターゲット用のボーンは自由に動かせるように親を設定していませんでしたが、そのままですと全体を移動させようとした時にはこれらも一緒に動かさないといけなかったりしますので、原点の位置にボーンを追加して、これを各ボーンの一番上の親になるように設定しておけば、このボーン一つを動かすだけで全体を移動させることができるようになりますので、作っておくと後々便利だと思います。さて、ここまでで IK の設定については大体大丈夫かなと思いますので、他からは IK 以外のコンストレントについても、例によって一部にはなりますが、紹介してみようと思います。IK 以外ですと、個人的に一番よく使うかなと思うのは、こちらのトランスフォーム系のコンストレントかと思います。例えば、回転コピーなら、ターゲットのボーンの回転を他のボーンにコピーすることができたりします。これを例えば、指の各ボーンに設定すれば、一つのボーンを回転させるだけで手を回避できるようにもなったりしますね。
ただこれを一つ一つ設定するのは面倒だったりしますので、設定したいコンストレイントが全て同じ場合でしたら、一つの棒のコンストレイントを設定しておいて、他の棒を全て選択した後に設定済みの棒を選択した状態で、コーズ、コンストレイント、選択した部分にコンストレイントをコピーを選択すると、設定をコピーできますので試してみてください。また、そのままにするとどこまでも回転させることができてしまいますので、操作しやすいように制限を設けたい場合があると思います。移動回転拡大を軸ごとロックしてしまいたい場合は、ボーンメニュー内のトランスフォームのロックから設定することもできますが、先ほど IK の設定時に使用した角度制限は IK の永久化の棒にしか設定することができませんので、そういった場合にはコンストレイントの回転制限を使って設定してみてください。他にも棒も回転させて調整するのは操作がしにくいという場合でしたら、回転コピーの代わりにトランスフォーム変換を使うことでちょっとややこしいんですけども、例えばターゲットの位置情報を回転情報に変換してコンストレイントを設定した棒に反映させることもできたりしますので、一応覚えておくと役に立つかなと思います。あとは先ほどの IK は連なった棒を制御するための機能でしたが、単一の棒やオブジェクトをターゲットの方向に向けたいだけでしたら、トラックや軸固定トラックを使った方が手軽ですし、向けたい軸方向などを指定できるので便利ではないかなと思います。さらにこれらを組み合わせることでもっといろいろな表現がしやすくなったりします。例えば先ほどの足の IK だけを設定した場合ですと、腰を動かすと足の棒の向きまで変わってしまって足の接地感を保つのが難しいので、これを手軽に解決するならフットボーンに IK を設定するだけでも十分だったりするのですが、ちょっと今回具体的には説明しませんが、各種コンストレイントを工夫して組み合わせてあげますと、接地感を保ちつつつま先立ちなどの細かな表現を簡単な操作で実現できるようにもなったりします。ちなみにこちらのような足の動きを表現できるリグをフットリバースリグと言ったりするようなのですが、こちらについてはゴリスライブ配信内で詳しく紹介してみようかと思います。さてこのようにうまくコンストレイントが扱えるようになると、手付けでもアニメーション作りが格段に楽になるのですが、見た目はただのボーンですので、どれをどう動かしたらどう動くのかがパッと見では分かりにくかったりします。そういった場合はカスタムシェイプを使ってボーンの表示も任意のものに変更してみましょう。やり方は簡単でして、例えば上下にしか移動させないボーンの場合でしたら、適当に上下の矢印の形をしたオブジェクトを作成しておきまして、ポーズモードで表示を変更したいボーンを選択した後、ボーンメニュー内の表示の項目にありますカスタムシェイプに作成しておいたオブジェクトを選択してあげれば、このようにボーンの表示をメッシュの形で指定することができます。ワイヤーフレームにチェックを入れておけば邪魔にもなりにくいですね。またカスタムシェイプは表示を変更するだけではなくて、ボーンを選択しやすくなるような効果もありますので、余裕があれば手動で動かしたいボーンには一通り設定しておくと後々楽になるかなと思います。こうしてコンストレイントを設定したリグを使用してアニメーションを作る場合は、特別な操作をする必要は特になくて、レクチャー21の動画で紹介したのと同様にアクションを用意して操作用のボーンを動かしてキーを打っていくだけです。この時アンダーレッグやフットなどコンストレイントによって動かすボーンはキーを打つ必要はないのですが、これをユニティなどに持っていった際にはコンストレイントの設定が無効になりますので、ちゃんと動くのと心配になるかもしれませんが、出力時に出力設定のアニメーションの項目内のウェイク済みのアニメーションと全ボーンのキーにチェックが入っていれば、コンストレイントの設定で動かされたボーンにも自動的にキーを打ってくれて問題なくアニメーションさせることができますので確認してみてください。といったところで今回の動画の内容は以上になります。今回は IK についての説明とコンストレイントの設定方法、カスタムシェイプなどについても紹介しました。正直僕はそんなにがっつりとリグを作り込んだことはないんですけども、使いやすいリグを作成できるリガーさんは本当に尊敬しますね。あとはコンストレイントを設定したリグを作ったモデルはその分ボーン数が増えがちですので、直接ゲーム内で使用するのは不向きだったりしますが、ユニット場合でしたらゲーム中で動かすモデルは必要最低限のボーンを含んだものにしておいて、アニメーションはヒューマンレードを通して再生できるようにするというのが無難だと思います。ということで次回はユニティのヒューマンレードの詳しい設定部分について紹介していけたらと思います。それでは今回の動画の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ワンでした。またね。バイバーイ。